ベーシックインカムを確か支持されているかと思うんですけども、はい、あの給付付き税額控除ではなくてベーシックインカムを支持される理由を教えてください。ちょっと待ってください。給付付き税額控除っていうのはお金もらうんじゃなくて税金控除するってことですか？一定のさんマイク。一定の所得以下の人についてはあの。給付を与えて、それ以上の人は、まあ、年収が高くないせいで税金を払っていくっていう、ベーシックインカムだと、税に対してお金を渡すんですけど、曽根さん、マイクお願いします、僕に。はい、あ、いいですか、あ、じゃあ、曽根さん、そっち行ってください。曽根さん、今何分ですか？20です。あ、分かりました。あ、僕、選挙候補見てます、僕の。見てないですか？見たと思います。あの、見て、僕あの、マイナス20万から20万って書いてあるんです。見ました、それ。読んだような、読んでないような。あ、そうなんですか、マイクをお願いできますよ。すいませんね。あの、見ました、選挙候補。見ています。あ、僕もだからマイナス20万から20万なんですよ。だから、今おっしゃってたのは、一律でなんかベーシックインカムを渡すみたいな感じだったじゃないですか。はい、だから一律じゃなくてあの所得によって違いは あります。ちょっと待ってください。来てますこれ来てます。今度じゃあ肩いきますんで、この辺でいいですか？あ、なのでもう全然俺隠れちゃってるすいませんあのだから所得が低い人には多く、所得が高い人には少なく、もしくは上げないとかなので、あの同じことなのかなっていうのと、僕の場合は将来的にはそれに進んで、あの AI による信用スコアでゴミをポイ捨てする人とか、あのクソリップする人とか、あのそういう人たちはあの、ま、マイナスになっちゃうわけですよ。あのでもマイナスになるって言っても、所得が低い人は0円なんですよ。所得が高くてクソリップばっかしてる人は、例えばですよ、あのマイナスになっちゃうわけですよ。お前はクソリップしてるからってバレちゃうわけですよ、 AI あの記録がデジタルタトゥーが残るでバレちゃうんで、将来的には僕はそういうふうにしたいとは思いますけど、まあ手前の段階では所得制限で、所得が少ない人の方が多くもらえて、所得が高い人はもらえないとか、まあ、そういった税額控除とか、まあ、いろいろそれは議論の余地があるんですけど、まあ、そういうふうには考えております。ありがとうございます。あ、いいですか？はい、ありがとうございます。